皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんです。本日はなんと念願の iPhone SE セカンドモデルが発売ということで、私の手元にもですね朝一で届きました。なので本日は開封レビューと iPhone 11これから開封していく SE を比較していきます。これどうやって開けんだ、これどうやって開けんだ、あ、なんだ、わかんないこれ。なんかそういった方には、え、待って、箱、まだ見てないんだけど、ちっちゃ、箱ちっちゃ、来たー。もうここ最近顔認証の iPhone ばっかじゃないですか。やばい、これはちょっと、新鮮な感じが逆にしますね。来ましたよ。これが iPhone SE でございます。見てください。前面がブラックですよ。これホワイトモデルなんですけども、今回から初のベゼルがホワイトモデルなのに前面が黒っていう。プン開けてますよ。ご会長、プンプンプブンプブン。あら。デザインドヒップ。開けました。はい。かっこいいぞ、これ。かっこよくない？見て見て、2回目でちょっと豪華に。行くよ行くよ。重さが重要ですからね。これ140なんちゃらグラムですよ。148グラムだ。軽っ。軽っ。笑っちゃったけど。軽すぎないこれ。え、ちょっと待って。片手でいける。待って待って待って。ちょっと待ってよ。これが iPhone 11です。11。こんな感じです。iPhone 11の2個のカメラの間ぐらいの高さが iPhone SE。だいぶ違いますね、これ。iPhone 11 Pro Max と比べると、こんなに違います、大きさ。だいたい3センチとか、もうほんとそんぐらいですよ、Pro Max と比べると。まずサイドがですね、こっち、電源ボタン、スリープ解除ボタンですね。で、SIM トレイ、マナーモード、消音スイッチ、ボリュームアップ、ダウンボタンです。こちら何もありません。ライトニングコネクターとマイク兼でスピーカーですね。ステレオのスピーカーなので、ここお尻とこの受話口のところで音が鳴るから臨場感のある音が流れるということです。で、背面ですね。綺麗だなこれ。ゴールドもすごい私好きなんです。というかゴールド一番好きなんですけども、この純白のこの白もかっこいいぞ。おー。あ、こんな感じなんですね。これ今回のホームボタンはもちろん感圧式なんで、ベコベコこう言って押すことで消耗したりとか劣化したりとかすることないデジタルボタンみたいな、なんかそういう感じなんですよ。ではですね、今ちょっとバックアップの転送中なので、この待ってる間に iPhone SE と11の、スペックの比較をしていきます。 iPhone SE の高さが 138.4mm、 横幅が 67.3mm、 厚さが 7.3mm で、重さが 148g ですね。カラバリがですね、iPhone SE がレッド、ホワイト、ブラック。iPhone 11がパープル、グリーン、イエロー、ホワイト、ブラック、レッド。なので、いろんな色とか、もう黄色とかしか欲しくないんだっていう方はもう11が選択肢に入ると思うんですけども、まあ、無難な色だったら何でもいいよみたいな感じだったらもう全然 SE でもありかなと思いますね。まあ、11は結構カラフルで、ポップで可愛いみたいな。そしてですね、ディスプレイの大きさの比較なんですけども、iPhone SE が 4.7 インチ。かなり小型です。もう今5インチ以上のスマホしかほとんど出てないんじゃないみたいな。で、レティナ HD ディスプレイ。液晶なので、焼き付きの心配みたいのはないと思います。ただ、iPhone 11 Pro シリーズについている有機 EL ディスプレイですね。まあ、そういったものと比べると、電力の消費は多いかなという。今回の大目玉のチップですね。A13 チップを積んでます。めちゃめちゃ重たい処理作業とか私結構させるんですけども、早いんですよ、すごい処理速度が。その作業がですね、こんな手にすっぽり収まる iPhone でできちゃうっていうのが、本当考えられないっていうレベルですね。一番気になるであろう価格なんですけども、iPhone SE はですね、今最近販売されている iPhone と比べたらめちゃめちゃ安いです。安いって言っても、そこそこ大きな買い物になると思うんですけども、やっぱり10万円超えがもう今、これが普通みたいな、なってきてるじゃないですか、iPhone。今回の SE はですね、なんと一番低い容量の 64GB モデルが税抜きで 44,800円です。やばくないですか？4万円台ですよ。で、これ消費税入れたとしても5万円いかないんで、4万円台で買える A13 チップ積んだ片手持ちバリバリ使えるスマホが手に入るんですよ。4万円台で。で、128GB。これが 49,800円。これも税抜きなんですけども。まあ、私がめちゃめちゃおすすめするのは 128GB です。
通に使ってればこれが安定だよねっていう容量ですね。で次256GB、動画とかいっぱい撮ったり映画保存したりとかもういろんなことに使いたいっていう方は 256GB の68,000円、ちょっと高いような気もするんですけども、こっちとかこっちとかの比べたら全然安い。で、11ですね。こっちが 64GB が 74,800円。で、こっちの 256GB よりこっちの方が高いですからね。めっちゃお得じゃないですか、これ。11の 128GB が 79,800円。税込みで 88,000円ぐらいですかね。そして 256GB。これと同じ容量で、もしこれを買ったとしたら 98,000円。なので、約10万円です。ギリ9万円かもしれないけど。これの 256GB 買ったら、2個買えちゃうんですよ、これが。全然サイズ感がやっぱ違いますね。そりゃそうだけど、まあ、逆にもうこういう感じのノッチありのスマホを使い続けてたんで新鮮さが感じちゃう。なんかうるさいな。こう上に届くとか、もう本当に圧倒的に操作感上ですね。 SE はサイズが正義だなって思いましたね。このサイズ感が6解除の場合はですね、ポンと押すと早っ。これ早いな。今思うとこれ本当に便利だったんですね。お会計するときに、さ、ロック解除、スワイプ。iPhone SE の場合は、出しながらもうロック解除してるから、ピッと。出したときにはもう解除されてるっていう。この差はでかいですね。これをどう取るかですよね。テクノロジーの進歩と捉えるのか、こっちが。それとも、後退と捉えるのか。サイドのベゼルに関しては、iPhone 11の方がちょっと厚いんですよ。全画面とはいえ、サイドに限っては細いです。そしてですね、このホームボタン iPhone と顔認証 iPhone って操作性もちょっと違うんですよね。私がすごい大きい違いだなって思うのが、 iPhone SE の場合、さっ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 ですよね。この全画面 iPhone の方だとちょっと悪意あるかな、この動き方は。でもここなんですよ、この右上なんですよ。この右肩上からこうやってスワイプしないと出ないんですよ。これがね、最初は慣れなかった。音質の比較もやっていきます。まずは iPhone 11からやっていきますね。じゃあ何の曲で音声テストしようかな。あ、青木かのんっていうアーティストがやっているかさぶたの出し入れ試してみよう。マックス音量からマイナス2でやります。感じですね。もう安定の音質だと思います。 iPhone やっぱりいいですね。したら次は注目の SE。 え、でもそんな悪くないの。これはちょっと全然違うような気がする。ちょっと音質素人ですけども、本体の振動感みたいのが違うね。これさ、カメラどうなんですかね。まずじゃあインカメ、この SE の方で行ってみましょうか。あら？これ、あれ、いいぞ。ノイズとか別に気にならないですけどね。あ、でも、ちょっと私が目悪すぎてね、ちょっとわかんない。ちょっとノイズありますね。ただそれはもう普通に iPhone Pro シリーズでもあるレベルなんで、いや、ちょっとわかんないですね。私はずーっと iPhone で撮影してる人なんですけども、でもそれでも、見分けつかないですね。背面なんでしょうね、違いが出てくるのは。同じですね。違いがわかりません。今こんな感じで背面カメラで二刀流で撮ってるんですけども、iPhone 11はポンと押すとこうやって超広角になるんで、こんぐらい画角差が変わってきます。これは全然違いますね。この機能がどうしても使いたいって方はもう本当に迷わず iPhone 11なんですけどね。いろんなところ結構削られてると思うんですよね、こっちは。この大きさの違いは
かなりでかいと思うんですよ。今回皆さんにどっちがおすすめかっていうと、まあそれはもちろん買えるなら11買った方がいいですよ。ほぼ全部入りに近い形でプロシリーズよりは低価格で手に入るからなんですけども、それ以上にサイズ感、あと機動力の高さ、指紋認証とか、そしてコスパの抜群さ、今このタイミングで買うとするならば断然こっち。それはもう9月に iPhone12 かわかんないですけども、毎年9月頃に新型が出るじゃないですか、後継機が。そっちのモデルを買う人はもうそもそもここで迷ってないと思うんですよ。そもそもね、私がここで今買うとするならば断然こっち。もしこっちを買うんだったら、次の9月の20何日間に新しい iPhone 出ると思うんで、そっちを買いましょう。 SE っていうモデルは他の iPhone と違ってやっぱりこういうコンパクトを売りにしてるっていう部分もあるんで、別に性能関係なしにコンパクトであれば何でもいいっていう方ももう迷わずこっち、まあ、それが私の答えですかね。ただ目新しさないよっていう、それを最後に付け加えておきますね。もうすごいな、もう2時間ぐらい経ってる、やばいな。もし今回の動画が少しでも楽しいって思っていただけた方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok と、あと普段動画では話さないような結構踏み込んだ内容のものを主に書いているノートというブログアプリもやってますので、そちらもぜひ見てみてください。また次の動画でお会いしましょう。